1972年、チャイナリアク海軍航空兵器基地にて起爆された連続ロット弾頭連続ロット弾頭は、艦上の爆風、破片散布パターンを示すよう特化されており、このため爆発した際には標的を切断する大きな炎上に飛び散る。これは、航空目標やミサイル迎撃ミサイルに用いられる。 第一次世界大戦中、初期の軍用機に対しては、小銃や機関銃の銃弾が用いられた。また航空機が、小銃や機関銃弾の射程より上を飛行するときには、下砲が用いられた。航空機に直撃を与える、実際の降参は小さいため、砲兵の打ち出す砲弾が爆発するよう設計され、航空機と近しい高度で、爆発の付近に、 破片のシャワーを浴びせるようになった。同じように、対空兵器の大口径化、射撃速度の高速化や、新艦も改善されていき、引き続き、第二次世界大戦まで投入された。こうした砲弾と、小さな断片はいつも航空機の外反に小さな穴を開けた。弾丸や破片が操縦士を直撃したり、航空機のいくつかの致命的な部分、つまり、 燃料系統やエンジン冷却システム、操縦柵や、火事面を動かす油圧系統に当たらない限り、航空機は任務に飛ばれた。いくつかの対空砲の弾薬は、航空機の外反を損傷させるために長くて薄い破片になるよう設計されていた。こうした破片の作り出す、箱は、高速飛行する航空機の機銃を破壊的にかき乱すということを起こし得た。 しかし等しいサイズの砲弾から生成される破片の量が少なくなれば命中の可能性も低下した。第二次大戦後、対空砲を置き換えるためにミサイルが開発されるとこの問題はもっと大きくなった。数の少ないミサイルが同じサイズと費用の兵器によってもたらされる、より多量の対空砲弾による航空機の撃破率と対抗するには改良された弾頭が必要になった。 1952年、折りたたまれた連続ロッド弾頭という概念が提案された。ジョンズ・ホップキンズ大学の応用物理研究所では、アメリカ海軍の対空ミサイル防衛プログラムにおける開発契約の一環として、連続展開ロッド弾頭を作り出した。使用の必要がなくなるまで、この弾頭の詳細は最高機密とされた。玉数個のバラバラの工房が、 平行に配置されて筒状に成形される。工房の端はおのの溶接されるが、最初の工房と第2の工房は全端を溶接しておく。また、第2の工房と第3の工房は終端を溶接する。以下同様に形成体の周囲をすべて処理する。K11A1 連続ロッド弾頭の爆発の前後の様子。この弾頭は、 RAF のブラッドハウンドマークに用として開発された。起爆の際、高性能作薬が工房に感性を与え、これらを膨張する円の形で外へと押し出す。爆発による圧力波が工房の前兆に対して均等に働く必要がある。ため、爆薬レンズのように何らかのタンパーが衝撃波の成形のために用いられる。工房は転園性を持ち、 十分に柔らかいものが使われることで、工房や溶接箇所の破断なしに展開を可能としている。また、爆発速度は、秒速1 150メートル以下に制限されており、工房は、こうした箇所でちぎれる代わりに曲がることができる。中間点では、工房からなるリングは、筒状の崩落面の内部で、ジグザグ状の外観を呈する。 展開が最終的になるとリングは炎上になり平面に等しくなる。このリングはそれから引きちぎれ、最後には一つかそれ以上のまっすぐな棒状を形作る傾向がある。ミサイルと比較すれば攻防の勝利の運動量はほぼゼロであり、その破壊効果も壊れたリングが伸び広がると急速に消失する。急速に展開中のリングが航空機と衝突した時、 同等量の破片効果弾頭よりも効率的である。リングの効果は破片効果弾頭のように 1R2 ではなく 1R で減少する。連続ロッド弾頭から展開中のリングが航空機の一部に衝突した場合、外皮、蛍光像、内部に置かれたケーブル類、油圧ライン、そしてもし存在していれば他の配管類も連続的な破断を受ける。これにより、 構造的な機能不全を引き起こせるか、もしくはそうでない時には、航空機のシステムの上調性を破壊する。この効果はリングが破断しない限りは著しい。そこで、実際の兵器では攻防を複数層用意し、効果の及ぶ範囲を増している。1950年代後期、死体空ミサイルを搭載する、ミンマイナス46モーラーを設計する際、 IBM650 によるモンテカルロシミュレーションが行われた。これは爆風、破片型弾頭を採用し、連続ロット弾頭はより効力が小さいものとみなす決定に影響している。ありがとうございます。